はい、こんにちは。税理士川見のみの YouTube へようこそ。オンライン上に税理士を味方につけるということで、オンラインサロンを運営している事業専門の税理士川見のみです。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画はこちら。個人事業の経費どこまで年経費にして OK なのかということについて動画で説明していきたいと思います。本日の目次です。このような流れでいきます。まず一つ目ね、経費の基本です。経費で落とすってどういう意味かっていうのを説明してから、経費の線引きについて解説します。そして最後にね、こんなレシートは要注意ですよ。まあ、税務調査が入った時にね、こういうポイントを見られますよっていうのを最後説明したいと思います。ぜひ動画最後までご覧になってください。はい、それでは個人事業、自営業の方の経費がどこまで OK なのか認められるかについて説明していきますね。本日の流れはこのような流れでいきます。まずね、経費で落とすってどういう意味合いかっていうのをまず解説していきたいと思います。あのね、よくね、自営業の方がね、経費で落とすので領収書レシートくださいっていうのを聞いたことあるかと思うんですけど、会社員の方がレシート領収書くださいっていう場合は、会社に戻って精算をするんですね。ってことは結局会社負担になります。で、自営業の方が経費で落とす場合って、経費でね、食事に行った時にね、レシート領収書くださいって言って、なんか経費でご飯食べれていいなって思われる方いるかと思うんですけど、自営業の場合は経費とはいえ自己負担になります。実際に現金は出てってますし、カードを切った場合はカードからその飲食代なり経費としてのものが差し引かれることになります。じゃあどうして皆さん経費で落とそうかっていうと、経費に落とすことで税金がその分圧縮されるからなんですね。だから経費に落としますとか、レシート領収書もらえませんかっていう風なセリフが出るのはそういうことです。生産する先があるわけではないので、事業の方は自己負担だっていうことを覚えておいて、じゃあ次にどうしてその経費で落とすことで税金が安くなるのか圧縮されるのかについて解説していきたいと思います。こちらの表を見てください。そもそも税金っていうのは売上から経費を引いた利益に対して税金っていうのがかけられます。まあ、簡単にざっくり言うと、売上から経費を引いた利益に対して税金っていうのはかかってきます。例えばこちらの図のように、売上が100ありました。その中から経費が70かかりましたよ。ってことは残り引いたら、残り差し引いた利益は30ですよね。ここの利益が、例えば経費で、まあ、レシートを、接待交際費でどこどこ行ったとか、経費が例えば70のところを、そういうね、まだ出てきた領収書レシートがあったっていうことで、ここが80になった場合は、利益が20になるんですね。ってことは、利益が30に対して税金がかかってくるのと、利益が20に対して税金がかかってくるの、どちらが税金お得かといったら、利益が20になった方が税金というのは安くなります。もうほんとシンプルに言うとこういうことです。なので皆さん、ここの経費が増えれば、ここの利益を圧縮することができるので、経費に上げたいとか、経費に上げますっていうセリフは、こっから来てるわけです。でもね、むやみやたらにね、経費何でもいいから突っ込めばいいってわけじゃないってことも多分皆さん分かってると思うんです。じゃあ一体個人事業の場合は、どういったものを経費に上げることができるのか。じゃあどういった判断基準で経費か経費じゃないかっていうのを判断してるかっていうのを次のページで説明いたします。はい、では経費の判断基準について説明します。でね、経費ってどういうものが OK か NG かっていうのは、厳密な法律によって一つ一つ決められてるわけじゃないんですね。もう判断基準としてはこれしかないんです。要は仕事に関連性がある支出かどうか、そしてその支出が売上の増加、まあ、売上のアップ、まあ、売上につながるような支出かどうか、それだけしか経費の判断基準っていうのは、こう公に出てるのはこれだけなんですね。なので皆さんが自営業で経費に上げていいかとかね、どこまで上げていいか悩む原因っていうのは、結局これだけしか決まりがない、ルールがこれだけしかないので、この間のグレーゾーンを悩んだりとか、どこまで上げていいのかなっていうのは、悩む原因はここにあるんだと思います。悩みますけど、皆さんがね、迷う理由はここにあるかと思います。でも仕事に関連性があって売上につながるような質だったら、間違いなく経費に上げて OK です。判断がね、やはり難しいもので、まあ、よく聞かれる経費の線引きについてです。一つ目がこれですね。一人でのお食事になります。これは経費に上がりますかっていうことですね。基本的にルールにのっとると、売上が上がるような支出か、仕事に関するってこと。一人での食事が全部 NG ではないです。仕事に関わらないような食事はもちろんダメですよね。仕事が終わった後に帰りにお腹が空いたから、吉牛によってご飯を食べて帰った。これは、完全に仕事ではなくて、普通の夜ご飯。プライベート、まあ、個人の食事と見られますので、そういう場合は NG になります。一人の食事でも、そこでお仕事をした、作業をしたとか、仕事をするためにレンタルスペースを借りたっていう場合は、もちろんそういう場合は経費に上げることができます。
あと2つ目によく聞かれるのがこれ、本当旅行代です。これプライベートで行った場合は絶対経費に上げてはいけません。でも仕事に関わる現場の下見に行ったっていう場合の旅行代は、同じ旅行代でも宿泊費も交通費も経費に上げれる可能性が高いです。仕事が関わってる、売上につながるようなことで研修に行ったとかいう旅費代は上げれますし、研修代とか勉強のためにね、どこどこまで行って勉強セミナーを受けてきたっていう場合はもちろん経費として上げることができます。あともう一つ、これ最後よく聞かれるのがこの衣装代とか美容代、こちらは本当によく聞かれます。これは業種によってよりけるって感じですかね。例えばフリーのアナウンサーの方が、まあ、衣装代とかメイク代を経費に上げたいって言ったら、それはもちろん仕事に関わるものなので OK になるんですね。でも一般の人に見られる仕事をしてない方が衣装代や美容代を経費に上げるっていうのはちょっとおかしいかなってなるので、上げない方がいいと思います。でね、逆に上げれる衣装代としてどういうものがあるかというと、作業着というか制服、ユニフォームあると思うんですよ。例えばユニフォームをスタッフのみんなとね、自分の分と合わせてお揃いで作ったとか、ロゴが入ってるパーカーや T シャツを作ったっていう場合は、衣装とはいえ経費に上げることができます。 OK ですよね。あとその他としてよくあるのは、あと町内会費ですね。自宅の町内会費はもちろんダメですよね。でも、オフィスがあるところの町内会費を払ってるってことでしたら、もちろん経費にすることができます。だから同じ町内会費でも同じ衣装代でも経費に上げれる人、上げれない人、上げれる場合上げれないケースがあると思ってください。ですので、ね、経費にできるかどうかっていう判断が難しい時は ね、 やっぱね、一つ この経費にできるかどうかの、ね、やっぱ判断基準って難しいんですけど、やはりそれは一つの先ほど紹介したこちらの判断基準に基づいてください。まあ、最後に結局経費に上げるか上げないかって、要はこう後ろめたいことがないかってことですよね。なんかちょっとでもこれ本当はプライベートなのにかっていう気持ちがあったりとか、もし税務調査に入られた時に税務署の方にきちんと説明できるかということです。何のために、経費としてこう私の場合必要なんですっていうのは説明きちんとできるかどうかです。で、後ろめたい気持ちがあるとうまく説明ができなかったり目が泳いだりしますので、きちんと説明ができるものでしたら経費に上げていただいて大丈夫かと思います。説明ができないとか突っ込まれたら詰まるみたいなものは経費じゃないってことですので、経費に上げることはお勧めしません。経費の線引きについては、その公にされているルールにのまず乗っ取っていること、2つ目やましい気持ちがないかとか後ろめたい気持ちがないか、あとは第三者に聞かれても説明できるかどうかですね。経費にできるかどうかっていうのはこの3つのポイントで絞ると分けやすくなるんではないでしょうか。こんなレシートは要注意っていうレシートを今回紹介したいと思います。税務調査に入った時に多分こういうとこを見られてるんじゃないかなっていうポイントをいくつか紹介します。まず1つ目のレシートですね。これ家族感があるって場合です。例えば内容ですね。お客さんと打ち合わせに行きましたって言ったレシートの内容にお子様ランチとか、お子様ドリンクみたいなものが入っていたら、これは打ち合わせではなくてもしかしたら家族で行ったんじゃないかなっていうふうに疑われてしまいますよね。もちろんね、その打ち合わせ先の方が、お客さんがお子さんを連れてきてその分を出したっていう場合もあるので、絶対 100% NG ですよってわけじゃないんですけど、家族感のあるもの。あとは日付です。本来土日お休みなのに定休日の日のレシートがよく出てくると、これはもしかしたら家族で行った外食なんじゃないかっていうふうに疑われることになります。あと日付ですけど、こう年末年始とかね、そういうのも注意です。お盆の時期とか、お盆お正月にね、お仕事されてる方はいいんですけど、一般的にね、お休みです強い時がっていう時は、やはりこの年末年始、例えば1月1日31日に行った日付に関しては家族で行ったんじゃないかとか親戚で行ったんじゃないかっていうのを疑われやすくなりますので、こういう家族感があるような内容や日付はご注意ください。あとレシートに記載人数、その名で来店されたかっていうことが、人数が記載されているレシート領収書ってあるんです。領収書はないな、レシートがあるんですね。例えばいつもいつも毎回毎回ね、その方の家族とドンピシャの人数のレシートがたくさん出てきたとか、バラバラだと思うんですよ。接待交際費とか、その打ち合わせに関するレシートって、それのね、記載人数が印字されてますので、そちらの方ちょっと注意していただいて、まあ、こういうとこから結局バレるよっていうことで記載人数の方が載っているっていうものもありますので、ご注意ください。あとね、こちらも要注意です。自宅付近のお店ですね。回数が自宅付近で多いとか、別に自宅付近のお店で打ち合わせをしちゃいけないとか接待をしちゃいけないってわけじゃないんですよ。便利な場合とかね、行きつけのお店とかもちろんあると思います。でも自宅付近のね、例えば回転寿司とか接待でちょっと使わないよねとか、もちろんね、そういう時もありますよ。回転寿司で打ち合わせをする時とかね、そういう時もあると思うんですけど、そういうふうに、ね、自宅付近で、回転寿司みたいなとことかファミレスみたいなとこで回数が多いとか、内容が偏ってるとか、接待とは違うようなものに使われてるんじゃないかと。
ていうことも、見られたりしますので、チェックするときにそういう疑いを持ってチェックするのが僕もお仕事ですので、その悪意があるわけ、いい悪いって悪意があるわけじゃないんですけど、そういうふうに見られますので、なんかね、ちょっとならね、バレないんじゃないかっていうのでね、まあいいや、経費入れとけっていうふうに入れてしまうと、後々後悔することがあるので、本当ならいいんです。嘘をつかないようにしてください。でね、私はね、オンライン上で税理士を味方につけるということで、完全会員制の月額制の、オンラインサロンを運営しています。ね、質問や相談もできます。子守に比べたら圧倒的に安い値段で税理士を味方につけるので、興味ある方は概要欄に URL を貼っておきますので、よろしくお願いします。あと、Twitter、Instagram、Facebook もしてますので、そちらの方も興味ある方はホームページにまとめて載っておりますので、その方からぜひ覗いてみてください。はい、それでは本日の動画以上になります。チャンネル登録の方ぜひお願いします。あと、高評価ボタンのグッドボタンも励みになるのでお願いします。感想やコメントある方はぜひぜひお待ちしております。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またの動画で。